作った時に、まあ、そのしばらくゴジラシリーズが止まってたわけですけど、まあ、久しぶりに考えろっていうんで、ゴジラ自体が子供向きのミネラが出てきたりシェーってやったり、そういう形でいわゆる見る人がだんだん低学年に下がっていったわけですね。まあ、そういう中で、まあ、メッセージ性を持った郊外の怪獣っていうのは11作目ですけども、まあ、それに作るにあたっては、まあ、大人にも見てもらいたいな。田中智之プロデューサーが、まあ、私が坂野が撮った初めての監督だから、やっぱり本田さんに一遍そのオールラッシュっていう音がついてない編集済みのものを見てもらったらということで見ていただいて、まあ、いくつか意見も伺ったんですけども、私の方から要するに予算が一番なくなった時期だったので、それで普通のそれまでのゴジラの半額以下で35日に全部撮ったような状況で、まあ、非常に効率よく作ったんですけども、まあ、そういうふうに作れるようなシナリオを初めから書いたわけですけど、まあ、一番大きな理由は一般編成で特撮班とドラマ班を一組で全部やったということが多いんですけども、できればもう少し取り足したい要求が私は思ってたんですけど、まあ、本田さんにもザックバランにとにかく2、3日もうちょっとどうしても取りたい、まあ、そういうことで、もうザックバランに本田さんプロデューサーにもう少し取り足すように一言進言してくださいよで、はっきり頼み込みまして、実際そのようになって、うまくいったという裏話がございます。ワースト50 of all time っていう、アメリカでそれはあのヘドラが封切ってから数年後に出た本ですけども、まあ、映画歴史の100年の世界最悪の50本の中の1本に、まあ、選ばれて5ページにわたって詳しく紹介されています。まあ、そういうことで評価されていたことが、今度新しいゴジラ作る上でもやっぱりある程度力になってくれたかなと思いますけど。災害もあるけども、自然に恵まれてるわけですね。石でも生命があるというような自然観を持ってる、まあ、共生っていうか、そういう形は縄文時代からずっとあるわけです。それはだからネオアニミズムっていうか、そういう感覚を持ってると、結局動物やなんかもそのみんな友達だっていう状況で、それで災害が起きても、まあそれに耐え忍んでここまで来たという、こんなに自然に恵まれた国はないから、そういう調和の発想ができている、一神教と違うところです、ね、だからそういう考え方を、逆にこれからその科学文明が進みすぎて人殺し兵器がいっぱい出てきちゃう段階で、そんなことはもうやめましょうよというメッセージを、やはり日本から世界へ出していくような作品をですね、生み出していきたいし、若い人たちにもそういうものを作ることを期待したいと思っています。